腕輪の力だが、闇を少しでも振り払うため死者を送りま戦わねばな。ま、一回ぶちのめしてやれば話。敵にはあの芝居もいるか。全軍止まってください。この敵の布陣、一罠です。橋を渡った先におそらく伏兵が。迂回し逆に背後をつきましょう。すげえな、見ただけでわかるのかよ。序書は諸葛亮と机を並べた軍師、このぐらいの読みは当然だ。正々堂々勝負だ。今だ、かかれ。直政正々か。情けないことになった。被害が広がる前に撃たないと。はい、やったやっ。調子だぜ。俺に勝てると思ってんのか。ご無礼ながら背中がガラ空きでございます。いつの間に敵の狙いは強撃だったのか。強撃される前に本陣を捨てましょう。敵中を突破しそのままあちらの城へ。囲まれる前に動いたが、奴もまんざらバカではないようじゃな。ご無礼ながら、ごめんなさい。ボコボコにして止めさせていただきます。うろたえもの、アヤがしつけてあげましょう。その勇気、アヤの心にも響きましたよ。よろしくお願いします。お前だ。飛び出したの。申し訳ございません、政宗様。小十郎が敗れただと。やなどれぬ敵よ。この戦、俺には荷が重い。孔明、どうするん。ここは兄者の軍がいるようだが。現直の顔も見えますね。どうやら芝居と戦っているようです。敵将討ち取ったり、共に勝利を。諸葛亮、運挙、こんなところで再会できようとは。再会の喜びはまた後ほど。まずは兵を挙げ、私が来たと触れ回ってください。なるほど、芝居の読みを利用するつもりか。全軍に伝令を送ろう。孔明はやはりすごいな。よくぞ兄者を守ってくれた。これよりは拙者も貴殿だと堂々いたす。勝機は今、厳しく攻め立てます。よろしくお願いします。お待ち、はい、はぁーはぁーはぁー。敵将討ち取ったり。わしが興奮するは恥だが、やむを得ん。伝令受けたまわった。我らの役目は陽動か。行きましょう、ペルセウス殿。劣勢の中で兵を二つに分けるか。解せないが、今は従おう。よし、我らも雪村殿と共に進む。敵は兵を分けたようじゃな。それに諸葛亮が現れたと騒いでおる。くだらぬざれ言を。
奴の名を出せば私が動揺すると思ったのだろう。そう都合よく諸葛亮が出てきてたまるか。劉備のいる本隊を討ち、即刻戦を終わらせる。背後は任せよ。すごいな、その力どうやって身につけたんだい。おめえこそ真の三国武将だぜ。まとめてポイッと。私の知略が破れようとは。我が知略に挑もうとは無謀だ。綾の心にも響きましたよ。お前は我が候補させてもらう。負けちまうとはな。いいぞ、その調子だぜ。俺の腕見せてやる。私が現れたことはいずれ敵に知れます。ならば逆に喧伝し策だと疑わせましょう。押し通る。芝居殿なら必ず疑うはず。そこまで見越しての行動とは、さすが孔明様、いい働きをしましたね。私も奮起して答えましょう。はい、戦は知略でするものぞ。思い知るがよい。伝令、やはり本物の諸葛亮が部隊を率いているとのことです。その手に乗るか。そちらは陽動よ。南から迫る劉備の部隊を狙え。
この俺が相手だ。来い。やられるなんて。敵はこちらに集中している。陽動は成功しているな。それもペルセウス殿の働きあってこそ。私もより一層奮起せねば。奴らの必死な様、やはりこちらが本命だろうな。ナオマサ、生産策はうまくいったようだ。こちらの敵は手薄で、容易に突破できよう。それも関羽殿の部があればこそ。そろそろ時が満ちます。デネ、例の部隊を率いているのはやはり右線を持った軍師とのことです。まさか本物の諸葛孔明か。芝中達もいるのだ。可能性はある。よろしくお願いします。お待たせ。道は開けました。慎重かつ迅速に進みましょう。バカな、諸葛亮だと。義兄でも木造でもないのか。この戦場に私が来たのは偶然です。読めなくても何も恥じることはありませんよ。面白い、我を諸葛亮、この欧州の竜が相手じゃ。やはり孔明はすごい。君が来てくれて助かった。玄直が耐えてくれたおかげです。ところでこの世界は一体。なるほど、事情は理解しました。うん、兄者のため。私も。雲長、そして諸葛亮。ええ、劉備殿。わしら、しかしの。だからあなた方の力を試させてもらった。皆の優れた武勇、そして団結力。そういうわけだ。ええ、こちらとしても。ところで信長は全詳しいことは知っちゃが、腕を渡したものの、むしろあの力を利用、雨かける竜となる。地の小十郎、この芝中達の地望、戦も人もは当司祭関雲長、この諸葛孔明、竜の妻としての誇りを胸。正義は勝つのだ。道が開けた。で、どちらが先に行く。私が。腕輪を盗んだあの男、許してはおけぬ。半人などに目をかけるからそうなるのだ。まさか我らを欺き、ここに忍び込むとはな。責任は取る。待っているがいい、ペルセウス。信長と直接対戦。ああ、
か俺もあっうんだといいがな、ね、承知しました。軍に所属する者も増えてきたことですし、うん、皆が賛成していただけてな。反乱を反そんな中、孫権はさらに信長の力を削ぐため、父孫権の説得を試み。世界の危機。では父。だが。しかし、このような時に。そう思うのならば、そうできぬだけの信念を持っているなら。父。わかりました。虎の子として、武をもっ。リクソン、戦となれば君。周瑜殿。無駄に争いを長引かせたくない。私が迅速に父上を倒そう。殿、わかりました。全軍、進軍を援護してください。孫権様、私もお供いたします。ありがとう、蓮氏。お前はいつも私の心に寄り添ってくれるな。主前殿、帝鳳、前線はお任せします。敵軍を引きつけておいてください。分かった、俺たちに任せてくれ。なぜ孫権殿は信長と組んだのか、今日は明らかにされるまで耐えん。うん、見事だ。その調子で奮戦せよ。孫権様に会いたいなら私を倒してください。あの、戦いたくはないが仕方ない。孫権様、止まって。それ以上進んじゃダメ。いや、悪いな。ここは通してもらう。周瑜様のためだもん。ここは通さないから。私も引くわけには参りません。孫権様のため道を開けてもらいます。怖いけど引けません。だって孫作様のためだから。それは私も同じです。大切な人のため戦わなければ。一つ取られちゃったけど、役には立てたみたい。遅れずについてきてください。頑張ります。孫作様、孫権様、ごめんなさい。直政、軍を引きください。剣、その話はもう終わったはずだ。父を引かせたくば力ずくで来い。ごめんなさい。どうした剣、この程度で俺は倒せんぞ。やはり父上はお強い。親父、あとは任せてくれ。ここは俺がいれば十分だ。おう、策か。そうだな、剣の刃にはまだ迷いがある。やはり兄上の軍が控えていたか。殿、一度お下がりください。例の手を使います。わかった、頼むぞリクソン。敵軍の分断は成功したぞ、孫策。うっせえ、このまま押し潰す。よくやってくれました。行くぜ。はっ、お邪魔します。やっ、ひとっかり。やっ、くちまったわ。お前、結構やるな。その調子で行けよ。よし、増援部隊を投入せよ。増援はこれだけではない。果たして耐えられるか。総員、
ひるまずを返せ。孫作、君は待機していてくれ。お見事です。私も見習わなければ。お手合わせ願おうか。相手にとって不足なし。よし、このまま畳みかける。行くぞ。奥の手はまだなのか。まだです。もう少し耐えてください。この武道、大輪の花のごとくだな。直元、生産。すごい。あなたこそ真の三国無双です。よし、本陣を叩け。いそんなやつ動かねえな。はい、せいや、副兵とかあるんじゃないか。うん、リクソンの才能豊かな若者、気を緩めるわけにはいかんが。待たせたな。親子揃って援護に来てやったぜ。大使主義、孫権殿の指揮のもと大井作戦に参加する。間に合いましたか。敵に気づかれないよう囲んでくれましたね。なるほど、剣は苦戦を装っていたのか。援軍の動きから我らの目をそらすために。うん、天人様のこと甘く見すぎたみたいね。子はいつの間にか成長しているものだな。この父も決死の覚悟で戦わねばなるまい。お見事です。私も見習わなければ。俺は孫権の相手をする。お前は安の娘を頼むぞ。わかりました、お父様。鮮やかな武道、大輪の花のごとくだな。皆よく耐えてくれた。今度は我らが攻める番だ。はい、参りましょう。孫権様、大使じゃ、お前も共に兄上のところへ行くか。はっ、喜んでお供しましょう。久しぶりだな、氏康。お前は信長の考えを理解してると思ったが。ああ、その上でこっちに着くぞ。あとは一度てめえと本気でやりたいと思ってな。そういうことなら受けて立とう。虎と獅子、ごめんなさい。最後に勝つのはどちらかな。この孫文台を打ち負かすとは見事なものだ。立派に成長したな、ケン。この戦、俺の負けだ。約束通り、お前たちに従おう。ケン兄様、かっこよかったわよ。ケン、
大志寺、お前らと戦えて楽しありがとうございます。うん、リクソン、君のいえ、宇治安殿が間に合わなければ危ないところでした。すまねえな宇治安は相変わらずだな。父上、俺の口からは、だが信長のやり方が気に入らぬの。それ以上は分かりました。孫文代、くそ、孫白、吸陽器孫昇光、周光金、へへ、私頑張っちゃうよ。あの、私最善の結果だな。織田軍がすぐ近くまで攻め寄せているとのこと。明智光秀、ま、だったらきっとま、え、ああ、間違いないだろう。はい、力いっぱいか。父上には久しくお会いしておらぬ。